ナリタブライアンは、日本の競争馬、シュボバ、中央競馬史上5頭目のクラシック三冠馬であり、そのトレードマークから、シャドーロールの怪物という愛称で親しまれた。1993年8月にデビューし、同年11月から1995年3月に、かけて、クラシック三冠を含む、GI5 連勝、10連続連隊を達成し、1993年、 JRA 賞最優秀3歳、ボバ、1994年 JRA 賞年度、代表馬及び最優秀4歳ボバに選出された。1995年春に故障を発症した後は、低迷し、6戦して、重症を1勝するにとどまったが、第44回阪神大賞典における、マヤノトップガンとのマッチレースや短距離戦である、第26回、 高松の宮杯への出走によって、ファンの話題を集めた。第26回、高松の宮杯出走後に発症した、クッケン,エンが原因となって1996年10月に、競争馬を引退した。引退後は、種ボ馬となったが、1998年9月に、イァレツを発症し、安楽死の措置が取られた。半アニに1993年の、 JRA 少年度代表馬美和早秀がいる。1997年日本中央競馬会の検証馬に選出。成田ブライアンは1991年5月3日、北海道ニーカップ町にある早田牧場ニーカップ市場にて誕生した。父、ブライアンズタイムは、早田牧場が中心となったシンジケートが組まれて、アメリカから輸入されたシュボ本馬は、 その初年度産区にあたる。母、パシフィカスにとって、本場は第5子であるが、1989年にシャルードの産区を宿した状態で、イギリスニューマーケットで行われた、ノベンバーセールに上場され、牧場経営者の早田光一郎に3万千ギニーで落札され、前年に、半兄、ビワハヤヒデを出産していた。早田や、馬長の太田三十によると、 誕生後しばらくは、これといって目立つ馬ではなかったが、次第にその身体能力が鍛錬に当たった、牧場スタッフによって高く評価されるようになった。1992年10月以降、市政園、早田牧場にカップ市場で行われた初期調教において、成田ブライアンの調教を担当した、その浦光義は、バネや背中の柔らかさ、臨床性において、 半兄の美は早秀でを遥かに超える素質を感じたと述べている。また、早田によると、初期調教が行われていた時期に、複数の馬に牧場内の坂を上り下りさせる運動をさせた頃、成田ブライアンだけ、全く呼吸が乱れなかったという。一方で調教中に水たまりに驚いて騎乗者を振り落とすなど臆病な気象も見せた。成田ブライアンは、庭先取引によって、 山地秀則に購入され、中央競馬の調教師大久保西洋の旧舎で管理されることが決定した。早田によると、成田ブライアンの馬種が山地に、調教師が大久保に決定した経緯は以下の通りである。まず家畜取引賞、工藤清正の仲介により、大久保に紹介され、大久保が山地に購入を打診。山地と大久保が市政園、早田牧場を訪れ購入が決定した。 大久保は後に、ビワハヤヒデの活躍が早ければ成田ブライアンは自分のところに流行ってこなかったと実感している。取引価格は山地によれば2400万か2500万円から100万くらい値引きしてもらった額であったという。3歳競争内容成田ブライアンは1993年5月13日に日本中央競馬会の馬体検査を受け合格。 同年5月19日、立東トレーニングセンターの大久保聖洋級者に入級した。主戦騎手は、内勝村に決定した。その経緯について、美内は、大久保に、君はダービーを勝ったことがあるかと問われ、ないと答えたところ、じゃあうちの馬に乗って、ダービーを勝ってくれないかと持ちかけられたと述べている。ただし、大久保は、こうしたやりとりがあったことを否定している。成田ブライアンに、 初めて起乗した未来は、次のような思いを抱いたという。そうなんだ、なんというか、またいだ瞬間から、あ、これ、これは、これまでの馬とは違うなって感じだった。追い切りで15から15から、後の速いキャンターにギアチェンジするとき、グググっと重心を下げて加速してくる。体の前半分がぐんと落ちて、その後で、ぎゅんと前へ動く。あ、この感触。 今までに一度だけ体験したことがある。そうだ。オグリーキャップに追い切りで乗った時と同じだ。うわぁ、すごいって感じだった。木村2102ページ。8月15日、成田ブライアンは、函館競馬場の新馬戦でデビューした。美ワ早秀の弟として、注目を集め二番人気に支持されたが日着に敗れ、中一周で、 再び同型馬上の新馬戦に出走して初勝利を挙げた。その後、3戦目の重賞箱だけ3歳ステークスと5戦目の重賞デイリーハイ3歳ステークスでは、それぞれ6着と3着に敗れたものの、4戦目の金も、区政特別と6戦目の京都3歳ステークスを優秀な総派タイムで優勝した。一番人気に支持された GI 朝日杯三歳ステークスでは、序盤に、 バグンの中ほどにつけ、第3コーナーで前方へ進出を開始する走りを、見せ優勝。GI 初優勝を達成し、同年の JRA 賞最優秀3歳馬場に選ばれた。気象面の問題と、対策デビュー後間もなく、成田ブライアンには、気象面で2つの問題が現れた。1つは常に、テンションが高く、特にレースが近づくとそれを察知し、一層興奮する。 傾向があったことである。この問題に対処するために、大久保は、ローテーションの感覚を詰めて、多くのレイエースに出走させることによって、同馬のエネルギーを発散させ興奮を和らげようと、した。ただし、この傾向は、立冬トレーニングセンター内においてのみ現れた、症状であり、後に、成田ブライアンが股関節炎を発症し、早田牧場で休養していた時はおとなしく、 様子を見るために訪れた大久保が、牧場ではこんなに穏やかで、優しい目をしているのかといったほどであった。二つ目の問題は、生来臆病な性格であったために失踪中に、自分の影を怖がり、レースにおいて、走りに集中することができなかったことである。この問題は、シャドーロールを装着させて、下方の視界を遮ることによって解決され、初めて、 シャドウロールが装着された京都サ歳ステークス以降のレースでは競馬評論家の大川慶次郎が精神力のサラブレッドと評するほどの優れた集中力を発揮するようになった。江津ラ広なりはシャドウロールを装着するに至った理由について大久保の父である亀治がかつて管理していたパッシングゴールが鼻にシャドウロールを装着してから成績が安定したことを思い出したからだとしている。 最も、シャドーロール装着以前から、成田ブライアンの関係者は、銅馬の素質を高く評価しており、大久保や未来は銅馬が敗れたレースにおいてもその、素質を称賛するコメントを残した。4歳競争内容4歳となった、成田ブライアンの初戦には、東京優勝を見据え、東京競馬場のコースを経験させておこうという、大久保の意向により、1994年2月14日の、 共同通信杯4歳ステークスが選ばれた。レースでは馬群の中ほどに控え、最後の直線入り口で早くも先頭に並びかけると、そのまま抜け出して優勝した。なお前日には、兄のビワ早秀が、京都記念を優勝しており、兄弟による連日の重賞制覇となった。共同通信杯の後、大久保はクラシック第一戦のサツキ賞に、 向けスプリングステークスを経由して出走することを決定。この出走は前日のように気象面の問題に対処するためのものであった。レースでは第3コーナーで最高峰からまくりをかけ優勝した。この時点で中央競馬クラシック三冠の可能性が取り沙汰されるようになり、札幌賞では単勝支持率49.8%、 単勝オッズ1.6倍という圧倒的な一番人気に支持された。同レースではゴール前200メートルの地点から抜け出すと中山競馬場芝2000メートルのコースレコードを0.5秒破る走破タイムで優勝し5連勝を達成するとと,ともにクラシック一環を獲得した。続く東京優秀ではサツキ賞の内容がファンによって高く評価され、 単勝支持率、単勝追っともに、サツキ賞を上回る61.8%、1.2倍を、それぞれ記録して一番人気に支持された。同レースでは、直線の長い東京競馬場でありながら、まくりをかけながらも直線に入って、大外に持ち出し、出走馬の中で最も早い上がりを繰り出して優勝。クラシック2冠を達成した。レース後、 野平雄二は成田ブライアンを自身が管理したシンボリルドルフと比較し、これからいろいろあるだろうが、現時点ではブライアンが上かなと評した。ただし野平は股関節炎を発症した後の成田ブライアンのレースを見て、ルドルフを超えたかな、と思った時もありました。改めて、シンボリルドルフという馬の進化がわかるような気がしますと評価を改めている。東京優秀の後、夏場は、 札幌、函館の両競馬場において調整された。これは、秘書を行うとともに、旧車スタッフが直接調整を行うための装置であった。通常、出走予定のない競争場に両競馬場内の馬房が与えられることはないが、成田ブライアンの実績が考慮され、特例で許可された。9月4日の昼休みには、函館競馬場内のパドックにおいて、ファンへの披露が行われた。 北海道に滞在中、成田ブライアンは大久保が、一時は菊花賞を回避することも考えたと振り返るほど、体調を崩し、調整に大幅な遅れが生じた。成田ブライアンの秋初戦には、菊花賞トライアル競争の京都新聞杯が選択された。成田ブライアンは、単勝支持率77.8%、 単勝オッズ1.0倍の圧倒的一番人気に支持されたが、北海道から立冬トレーニングセンターへ戻った後、それほど強い状況が課されていなかったことから、体調面を懸念する声もあり、成田ブライアンが負けるとすればこのレースとも言われた。レースでは、最後の直線で一時戦闘に立つも内から伸びてきたスターマンに競り負けて2着に敗れ、懸念が的中する形となった。 そして迎えたキッカ賞では、京都新聞杯出走後、成田ブライアンの体調は上向いたと判断され、クラシック三冠達成への期待も相まって、単勝オッズ1.7倍の一番人気に支持された。レースでは、早めに抜け出すと後続を突き放し、ワ状態はややえだったにもかかわらず兄美和早秀が、前年にマークしたレースレコードを更新する走破タイムで優勝し、 日本競馬史上5投目となるクラシック3回を達成した。キッカ賞での成田ブライアンのレースぶりについて、竹豊は、まず2000メートルの競馬を走って勝って、そのまま別のメンバーと1000メートルの競馬をやって、ぶっちぎったようなものと評している。コバとの初対戦となった有馬記念では、ファン投票において178,471票の票数を集め、当日は、 単勝オッズ1.2倍の圧倒的な一番人気に支持された。レースでは4コーナーで早くも先頭に立つと、そのまま突き抜けて優勝。竹豊は、有馬記念を振り返った際、2頭のスプリンターが陸上のリレーみたいにバトンタッチして走ったとしても成田ブライアンには勝てなかったんじゃないですかと述べている。1994年の通算成績を7006勝。 GI4 賞とし、同年の JRA 賞年度代表馬及び、最優秀4歳母馬に選ばれた。年度代表馬選考において、投票総数172票のうち171票を獲得して選出されたが、1票のみ、ノースフライトに投票されたため満票は逃した。最優秀4歳母馬については、満票で選出された。年間総収録賞金は、 史上最高額となる7億1、280万に、霊園であった。幻に終わった日は早秀との兄弟対決、野平雄二が、第54改札起承を、大人と子供の戦い、東京優秀を、一等だけ別次元と表したように、成田ブライアンは、クラシック3巻の序盤において、すでに同世代の競争場を能力的に大きくしのぐ、存在として認識された。 そのため1994年上半期の小馬中長、距離路線において3戦3勝、GI2 勝の成績を収めた兄ビワ早ヤヒデを最大のライバルとみなし、兄弟対決に期待するムードが高まった。ビワ早ヤヒデの管理調教師であった浜田康成は、成田ブライアンが、サツキ賞を優勝した際に、本場について、 4歳春の時点での単純比較なら、すでにビワハヤヒデを超えていると評し、順調なら暮れの有馬記念で、兄弟対決が避けられないからねと語り、ビワハヤヒデが天皇賞を優勝した時点で、弟があんな強い勝ち方をするんだから、兄の面目にかけても負けられない。年度代表馬の座をかけることになるだろうというコメントを出した。成田ブライアンが東京優勝を勝利した直後には、 兄弟対決は絶対やりたい。それまでビワは放牧に出さずしっかり作るつもりですと兄弟対決に強い意欲を示していた。一方、二頭の生産者である、早田光一郎は、成田ブライアンが、サ月賞を勝った時点で、ビワ早秀よりも上と評価していた。また竹豊はビワ早秀が、宝塚記念で圧勝した直後に、 成田ブライアンならもっとすごい勝ち方をしていたはず。現時点でも成田ブライアンの方が上。あの馬の強さは桁違いと語っている。ビワハヤヒデ陣営は後半シーズン開始前にジャパンカップ不出走を表明したため、有馬記念における兄弟対決実現に期待が集まったが、ビワハヤヒデは天皇賞において発祥した故障により引退を余儀なくされ、 対決は実現しなかった。天皇賞から一週間後に行われた菊花賞において実況を行った杉本清は最後の直線で成田ブライアンが先頭に立つと弟は大丈夫だという言葉を数回挟みながらその模様を伝えた。兄弟の比較について野平雄二は中距離では互角、長距離では心身両面の柔軟性に優れる成田ブライアンに やや分があると述べている。決闘評論家の久米博氏は2頭について、決闘構成上は、甲をつつけがたいとした上で、1600から2000メートルでは、美和早秀が有利、2400メートルでは、五角、3000から3200メートルでは、成田ブライアンが有利と述べている。競馬評論家の大川慶次郎は、有馬記念における対決が実現していた場合の、 結果について、ビワ・ハヤヒデが、有馬記念に出ていたら勝っていたんじゃないかと予想している。浜田は後に、浜田は、相手は三冠馬。敬意を表すどころの存在ではないのですが、早秀の安定性をもってすれば、戦っても面白かったでしょうねと述べ、ビワ・ハヤヒデの主戦騎手であった、岡部幸男は、自身の騎手引退後に出版した辞書において、兄弟対決になっても、 ブライアンをねじ伏せられた可能性も低くはなかっただろう、と述べている。5歳競争内容ありま記念号は、放牧に出さず立東トレーニングセンター内の旧車で調整を行い、天皇賞優勝を目指した。初戦の候補には、阪神対商店及び大阪杯が上がったが、休み明けは、ゆったりしたペースの中で走らせたいという大久保の意向により、長距離戦である。 阪神大象店が選ばれた。1月に発生した兵庫県南部地震に伴う影響で京都で行われた同レースにおいて成田ブライアンは単勝元返しとなる圧倒的な一番人気に支持され、生涯最速の上がりを繰り出し、直線で抜け出すと独走で優勝した。しかしレースから11日後の3月23日、腰に疲労が蓄積しているとの診断を受けた。 旧舎スタッフは軽めの運動をさせつつ天皇賞出走を目指したが4月7日に右股関節炎を発症していることが判明。天皇賞への出走は断念された。成田ブライアンは約1ヶ月間旧舎で静養した後、早田牧場にイカップ市場で療養生活を送り7月上旬から2ヶ月にわたって函館競馬場内において調整が行われた。 この時軽い運動しか行われなかったため、マスコミによって体調不安が指摘された。この時期に、函館競馬場で成田ブライアンを見た岡部幸雄は、もうカムバックは難しいだろうなぁと思ったと述べている。9月に立冬トレーニングセンターに戻った後も約1ヶ月間は負荷の強い状況が積極的に課されることはなく、体調不安や、 状況不足を指摘する声は根強かったが、大久保は天皇賞への出走を決定。一番人気に支持されたが、レース終盤に失速し12着に敗れた。その後、ジャパンカップ、有馬記念に出走したが、それぞれ6、4着に敗れた。なお、主戦機種の未来は10月14日の2週間前の、京都第4競争、4歳、以上500万下で、 タイロレンスに帰場した際、発送前に、ゲート内での落馬により右足関節脱臼骨折を追い帰場が不可能となったため、天皇賞では、的場人志が、ジャパンカップ、有馬記念及び翌年の阪神大賞店では、竹豊が帰場した。股関節炎発症前述のように、阪神大賞店出走後の4月7日、成田ブライアンは右股関節炎を発症していることが判明した。 故障を発症する2ヶ月前の1995年2月、関西テレビ富士テレビ系列で放送されていた視聴者、参加型オークション番組、トンネルズのハンマープライスに、関係者から提供された、成田ブライアンの縦紙数十本が出品され、44万円で落札された。競馬社会では、現役競争馬の馬の縦紙を切ることは、 演技が悪いというジンクスが存在するが、実際に出品から2ヶ月後の同年4月に、成田ブライアンは、故障を発症した。大久保は後にそのジンクスを念頭に置いて、成田ブライアンが走らなくなったのは縦紙を取られてからだとコメントした。復帰後の成田ブライアンの体調については、万全ではないという判断が多くなされた。大川慶次郎は、天皇賞の後、旧社において、 同馬を見た、際の印象について、生体が狂っている。それもかなり重症ではないか、肉が全くなく、前世紀を100とすれば60か70と解雇している。大川は、成田ブライアンの隊長が引退するまでに、故障前の状態に戻ることはなかったと述べている。岡部幸男は、天皇賞出走時の状態について、全然、覇気がなかったと評している。また、 ジャパンカップにおいて、ランドに帰場したマイケル・ロバーツは、本来のブライアンを知っているだけに、あの馬が以前の状態で出てきたら、勝つのは難しいと思っていた。が、今日のブライアンは、私が記憶していたブライアンではなかったので、陣営には、申し訳ないが、最初から敵ではないと見ていたとコメントした。天皇賞から有馬記念にかけてのレースぶりについて、的場ひとしと竹豊はもに、 途中までは、いい感じだったが、直線で止まってしまったとコメントした。6歳競争内容第44回阪神対象点で、並走する成田ブライアンと、マヤノトップガン1996年の初戦には、前年と同じく、阪神対象点が選択された。レースでは、前年の年度代表馬マヤノトップガンを、マッチレースの末に下し、 同レする連覇を果たすと共に1年ぶりの勝利を挙げた。なお、この第44回阪神大賞天はしばしば日本競馬史上の名勝負の一つに挙げられるが、その一方で名勝負とされていることを真っ向から否定する意見もある。阪神大賞天を勝利したことによって、ナルタ・ブライアンの復活が印象づけられ、復帰した未来が起乗した天皇賞では一番人気に支持されたが、 レースでは、桜ローレルに刺されて2着に敗れた。大久保はこのレースにおいて、折り合いを書いた成田ブライアンを、第3コーナーで、スパートさせた、未来の機乗を、竹豊が乗ったらあんな風にかかっただろうかと非難した。天皇賞の後、陣営は、宝塚記念優勝を目標に据えた。ここで、大久保は、宝塚記念の前に一度レースに出走させる、方針を立て、 芝スプリント戦の GI、高松のメアハイに出走させることを決定した。中長距離の実績場が、スプリント戦に出走するのは極めて異例のことであった。ため、この出走は話題を呼んだ。また、機種は見ないから竹豊かに変更された。レースでは終盤に追い上げるも4着に敗れた。このレースで賞金を加算したことで、成田ブライアンの通算獲得賞金は10億に、 691万60円となり、史上初めてドル換算で1000万ドル以上の賞金を獲得し、メジロマックイーンを抜いて歴代1位となった。クッケンエン発症、引退高松グーバイから約1ヶ月後の6月19日、成田ブライアンは右前足にクッケンエンを発症したと診断された。成田ブライアンは同月28日に函館競馬場、 8月には、早田牧場にイカップ市場へ移送され、治療が行われた。大久保は、成田ブライアンの復帰に強い意欲を見せていたが、9月に、日刊スポーツが成田ブライアンの引退が決定したと報道。さらに、読売新聞の取材に対して山地が引退を認めた。橋本善校によると、この時期に、 大久保を除く関係者の間で引退に向けた話し合いが行われており、守護場となった、際の新ジケとト株の予約が開始されるなど引退へ向けた動きが起こっていたという。10月7日に大久保と山路、工藤の三社による話し合いが行われ、正式に引退が決定した。なお、大久保は、引退が決まった後も、成田ブライアンを走らせることへの未練を口にしている。 11月9日には、京都競馬場で、11月16日には、東京競馬場で、引退式が行われ、京都競馬場では、喫下賞優勝時の絶景、4をつけ、東京競馬場では、日本ダービー優勝時の絶景、17をつけて、引退式が行われた。関東と関西2カ所で、引退式が行われた、競争場は新山、スーパークリーク、 オグリキャップに続き JRA 史上4頭目であった。1997年には史上24頭目の検証馬に選出された。種母馬となる1997年に生まれ故郷であるニーカップ町の CB スタッドで種母馬となり内国三馬として史上最高額となる20億7000万円の真珠系とが組まれた。1997年には81頭。 1998年には106頭の繁殖品馬と交配された。交配相手には、アラォトクや、ファイトガリバーといった、品馬クラシックホース、アグサンや、モミジダンサーなど、繁殖実績の高い輸入馬、スカーレットブーケといった国内外の両血、繁殖品馬が集められた。違派列により、死亡1998年6月17日に、戦通を起こし、 三井市家畜診療センターで診察を受けた結果腸閉塞を発症していることが判明した。緊急の回復手術が行われ、一旦は解放に向かったが、9月26日午後に、再び戦痛を起こした。CB スタッドから50分ほど離れていた三井市家畜診療センターに運び込まれた際にはすでに破裂を発症しており、回復手術を行ったものの手遅れであった。 9月27日に安楽死の措置が取られた。早田孝一郎によれば、成田ブライアンは戦痛を起こした日の昼までは、ちょうどスタッドを訪れていた、山路秀則と早田を前に、機嫌が良さそうな様子を見せていた。夜になって、突然戦痛の症状が現れた後も、診療センターに付き添ったスタッド上長の佐々木遺さんは、すぐに帰れると踏んでいたが、 夜が明けても戦通は収まらず、回復した際に、超年点と威派列が発見された。佐々木は獣医師から、どうにもならないと告げられたという。成田ブライアンは診療センターに運び込まれる直前、前足で地面をかき込む動作をした後に横になって、自分の腹を覗き込むような素振りを見せ、佐々木は、我慢強い馬で頑張り屋だから、痛くても無理をしていたのかもしれないと語っている。 なお、成田ブライアンの馬房には監視カメラも設置されており、夜には佐々木自ら見回りも行っていた。成田ブライアンは9月27日に CB スタッドの敷地内に埋葬された。同年10月2日には CB スタッドにて追悼式が行われ、関係者、ファンおよそ500人が参列した。死後、1999年9月に、 立冬トレーニングセンター内に、成田ブライアンの馬像が混流された。また、CB スタッド上長の佐々木伊佐は、成田ブライアンが使用していた馬房は、永久欠板にすることを明かした。明日に当たる2000年9月27日に、成田ブライアン記念館が開館した。中央競馬クラシック三冠達成から10年後の2004年10月、JRA ゴールデンジュビリーキャンペーンの 名場メモリアル競争の一環として、ナルタブライアンメモリアルが、同年の菊花賞施行日に、京都競馬場にて施行された。種ボバ成績ナルタブライアンは2世代にわたり、3区を残しており、死亡から2年後の2000年に1世代目が、翌2001年に2世代目がデビューした。しかし、重傷を勝つ馬は出なかった。また、1頭も後継種ボバを残すことができなかった。 ヒンバは多数繁殖入りしており、2005年5月24日に同営でインスパイアローズが孫として初勝利した。2010年にはオールアズワンが札幌2歳ステークスでボフとして初めて重賞制覇した。孫は海外でも限定的ながら活躍しており、2010年2月24日にはゴールデンダイブがゴスフォードで勝利したのをはじめ、 重傷でもペリニョンが2016年のライトフィンガーズステークスを勝利している。このほかホリー・ウィアードがオーストラリアの重傷で3着に入っている。主なサンク母の父としての主なサンク前述のように、成田ブライアンの初期調教を担当した、その浦光義は、バネや背中の柔らかさ、敏捷性において、半兄のビワハヤヒ秀を遥かに超える素質を感じたと述べている。 競争馬時代に主治医を務めていた獣医師の富岡義雄は筋肉の柔らかさを特徴として挙げている。岡田茂之は成田ブライアンを20年に一頭の馬体と筋肉の持ち主と評している。吉川良によると第55回帰歌唱の前日、岡田は吉川に対し、成田ブライアンは理想の馬だな。ああいう馬を作りたくて苦労してるわけさ。馬体のバランスも、 筋肉の質も走り方もすべて理想に叶っていると語ったという。成田ブライアンの想定を担当していた山口勝幸によると成田ブライアンの四つのひずめは大きさがほぼ同じで装着した低鉄が四つとも同じようにすり減っていったという。山口は四つのひずめの大きさが同じなのは体のバランスが取れている証だと述べている。なお時に 右股関節炎を発症した後、函館競馬場で山口がひづめを見ると、右後ろ足のひづめだけが他の3つよりも小さくなっていたという。山口は股関節炎の痛みをかばってそうなったのだろうと推測している。ひづめは2ヶ月ほどで元に戻ったという。大久保厩舎の関係者によると、通常サラブレッドのひづめは縦に長い楕円形の形が多いが、 成田ブライアンのひずめは、幅が広い玉型に近く、土踏まずの部分が広くて、内側がくぼんでいたという。そのため土に当たることが少ないため、不良馬場での勝負になっても不利がなかったという。前述のように、成田ブライアンは興奮しやすく、かつ臆病な希少の持ち主であった。陣営は戦車については、ローテーションの間隔を詰めて、多くのレースに出走させ、 同馬のエネルギーを発散させることによって、後者については、シャドーロールを装着して、下方の視界を遮ることによって、解決を図った。なお、大川慶次郎によると、成田ブライアンは競争場生活の途中で、精神的に成長し、シャドーロールを装着しなくとも、走りに集中できるようになったが、その時には、シャドーロールが、成田ブライアンのトレードマークになっていたという。 主戦機種のミナイも1995年初めに受けたインタビューでシャドウロールを取っても問題ないと思う今ではマスコット代わりのようなものと述べている。ナリータ・ブライアンは4歳の春から調教の際にはシャドウロールを外していた。大久保はサツキ賞後にレースでシャドウロールを付け続けたのは演歌、次と識別しやすいためと答えている。シャドーロールは 成田ブライアンの代名詞的存在となり、シャドーロールの怪物と称された。ミナイによるとデビューした頃の成田ブライアンは、若さからかレースの途中で、体のバランスが取れなくなって崩れる傾向があったと、いうが、レース経験を経ていくごとにその若さがなくなっていき、馬込みの中でも、束を気にしなくなっていったという。また、ミナイは、オグリキャップと成田ブライアンを比較した際、 オグリキャップはレース間隔を空けて使うと優れた瞬発力を発揮し、数多くレースに使うと4コーナーで力を失うことがあったが、成田ブライアンはそのようなことがなく、池といった時には来るんですと述べている。成田ブライアンは学習能力が高く、一度理解した物事に関しては、怖がる素振りを見せなかった。種ボバ時代に、 つなぎようされていた CB スタッド上長の佐々木伊佐は、自分たちが教えることがほとんどなかったと言い,い、一度、教えたことはちゃんと理解しており、頭が良すぎてこちらが下手なことを考えていると、近づけない、怖さが、成田ブライアンにはあったという。また、仕事が終わった後にはさっと帰るスマートさを持ち合わせて、いたと言い,い、扱う方としてはものすごく楽な馬だったよと、振り返っている。 主戦騎手のミナイは、成田ブライアンの競争馬としての長所を、いい足を長く使えることと評している。レースでは、優れた集中力を発揮し、他をぶっちぎってかつ、暴力的と称された。ただし、二着馬との差を大きく引き離す勝ち方に、大久保は恐れを感じていたといい、お客さんは喜んだかもしれないけれど、私は怖かった。 あれだけの勝ち方をするとやっぱり馬には応える。疲労も蓄積されていきます。そんなに大差で勝たなくていい。新山みたいにちょっとでいいんだと、未内君には、いつも話していましたと述べている。成田ブライアンの関係者は、デビュー前から成田ブライアンに高い素質を感じていた。デビュー戦の直前期に調教で起乗した見内は、加速の仕方がオグリキャップと似ていたことから、 これは走るという感触を得ていた。また、調教助手の村田光雄は、初めて調教のために起乗した時に、これは、ものが違うかもしれないと感じた。ただしマスコミに対しては、高評価を与えた馬ほど走らないというジンクスを意識して、美和早秀と比べるのは、かわいそうなどと、控えめなコメントを出し続けた。デビュー後も関係者は、高い評価を与え続けた。見 デビュー戦で2着に敗れたにもかかわらず、この馬は、すごいと評した。その後も、ナイはナ田タブライアンに高い評価を与え続け、東京優秀に優勝後には、今まで乗った馬の中で一番強いんじゃないか、とコメントした。大久保は、デビュー戦の後、この馬は強い。ものが違うと絶賛し、早田に対し初勝利を挙げた2戦目のレース後に、この馬は、兄を超えますよ。 箱館山菜ステークスでは6着に敗れたにも、かかわらず、これはビワ早ヒでより上に行くよ。すごい馬ですね。間違いなく、大物になりますと語った。さらにスプリングステークスを優勝した際、ダービーを勝てそうかと問われ、まあいけるんじゃないの、と答えた。金木製特別で起乗した、清水栄二は、成田大臣の今頃よりも乗りやすい。とにかく器が違うと評した。 また騎手引退後には、自身が騎乗した中で、透明と並んで最も賢い競争馬だったと評した。竹豊は、他の競争馬に騎乗してブライアンと対戦した、際の感想として、全然勝てる気がしない。成田ブライアンに負けても仕方がないと納得してしまう。あの馬を敵に回していた頃は、5馬身差の負けが10馬身にも20馬身にも、感じられたとコメントしている。 1995年のジャパンカップでの起場を前に、初めて調教でまたがった際には、乗っていて気持ちいい、すごいバネはあるし、力強い、あんなにバランスのいい走りをする馬は、そうはいませんよと語り、レース直前に受けたインタビューにおいては、当年の A ダービー、キング・ジョージ、外線門賞のヨーロッパ3冠を制したラムタラが出走したら、 という問いに対して、成田ブライアンがまともな状態で出たとしたら、いくら、ラムタラとはいえ、簡単には勝てないと思うと見解を示している。その他の競馬関係者による評価を見ると、オリビエ・ペリエは、印象に残る馬の一頭として、成田ブライアンを挙げ、この馬の競馬ぶりは本当に、衝撃的だった、前世時の走りは、世界クラスだったと述べている。 前述のように、野平祐二は、東京優駿のレース後、自身が管理したシンボリルドルフと比較して、これから色々あるだろうが、現時点ではブライアンが上かなと評したが、股関節炎を発症した後の成田ブライアンのレースを見て、ルドルフを超えたかな、と思った時もありました。改めて、シンボリルドルフという馬の進化が、わかるような気がしますと評価を改めている。杉本清は、 クラシック3戦において、サツキ賞を3馬身半、東京優秀を5馬身、吉歌賞を7馬身と2着馬との喫茶を広げていって、非常に強くなっていった馬という印象があったといい、こんなに強くなるのかという気持ちがあったと述べている。岡部幸男は、あの馬は気持ちをガッと、表に出すタイプじゃないから、そばから見てもわからない部分が多いんだよね。しらっとして、なんとなく走って、 それでいてすごい結果を出す馬と評している。スポーツグラフィックナンバーが1999年に行ったホースメンが選ぶ20世紀最強馬で、成田ブライアンは新山、シンボリルドルフに次ぐ3位に選出されたが、本馬に投票した松本昭一は、東海帝王が一番競馬をしたくなかった馬だったと評している。競争馬名。 成田ブライアンの由来は、馬主の山路秀則が、大久保西洋旧社への予託馬に使用していた、冠名、成田に、父ブライアンズタイムの馬名の一部、ブライアンを加えたものである。愛称、故障については、ブライアンが、一般的で、成部とも呼ばれた。厩務員の村田光雄は、ブーと呼んでいた。また、前述のように、気象改善のために装着した。 シャドーロールが代名詞的存在となったことから、シャドーロールの怪物とも呼ばれた。クラシック3巻を含むかつての8大競争を4勝していることから、4冠馬とも称される。競馬ファンによる投票での評価を見ると、2000年に JRA が行った20世紀の名馬大投票において37,798票を獲得し、1位となった。 2010年に JRA が行った未来に語り継ぎたい不滅の名馬では第3位。2015年に JRA が行った未来に語り継ぎたい名馬ベスト100では第6位となっている。現役時代には東京優秀で当時としては敗成功の66.6%に次いで同レース史上2番目に高い61.8%の単勝支持率を集めた。 また、同レース単勝馬券の配当額120円は、シンボリルドルフの130円を下回り、当時としては、同レース史上最低のものであった。競馬関係者による投票での評価を見ると、雑誌、スポーツグラフィックナンバーが、競馬関係者を対象に行った、ホースメンが選ぶ20世紀最強馬で3位となった。全日本フリーファンデでは、 三冠を達成した1994年に129ポイントを獲得している。これはシンボリルドルフの128ポイントを上回り、日本の4歳馬としては当時史上最高の評価である。ナリタ・ブライアンのローテーションの組み方をめぐっては、しばしばマスコミによる批判の対象となった。調教師の大久保はそうした報道やマスコミの報道姿勢に反発し、 取材拒否をするなど、両者の関係は、必ずしも良好とは言えなかった。なお、成田ブライアンは出走レース数と敗戦数が、歴代のクラシック三冠達成馬の中では、最も多かった。2011年にクラシック三冠を達成したオルフェーブルも、通算成績が成田ブライアンと全く同じ21戦12勝で9敗を喫死、喫し、 二頭は共に三冠を達成するまでの間に四敗を喫している。レースに出走させすぎであるという批判は、成田ブライアンが頭角を表すようになった当初から、根強く、共同通信杯後にスプリングステークスに出走した、ことで批判が起こるようになった。一例として、岡部幸雄は5歳児に故障を発症したのは3歳児の、基地ローテーションの付けであると述べている。一方、 大久保は、レースに出走させることによって競争場を強くする、という持論によって、ローテーションを正当化している。また、早田は前述の気象面の問題を解消するための措置であったと大久保を擁護した。前述のように、体調不安や、状況の不足が指摘されていたにもかかわらず、大久保が出走を決断して大敗したため、出走を批判するマスコミが多かった。 特に、大川慶次郎は、あれほどの馬を状態が悪いのに使ってくるわけがないと信じていたが、間違いは調教師自身の見識にあった、あれだけの馬を調教代わりに、レースに使うのは間違いであると大久保を強く批判し、その後のジャパンカップと、有馬記念を含め5歳秋における一連の出走について、関係者は寄ってたかって成田ブライアンを、ただの平凡な馬に蹴落とそうとしているのではないかという。 思いを抱いたと述べている。また岡部幸男は、出走に関して、ああいう使い方だと味噌をつけてしまう。あれだけ強かった馬の価値を、ただの馬に下げてしまう。結局、日本人の感覚って、そんなものと批判した。これに対し大久保は、レースに出走させることによって競争馬を鍛えるという、信念に基づく出走であった、調教の動きが良かったので出走させた。 天皇賞に出走したことにより、ジャパンカップと有馬記念では成績は上昇しているので間違いだったとは思わないとしている。なお奥保は天皇賞の直後からジャパンカップ直前期までの間、成田ブライアンの体調に関するコメントを出さないことにより限定的な取材拒否を行った。高松の宮杯出走に関しては、レースの前後を通じ、 成田ブライアンの距離適正の面から出走を疑問しないし批判するマスコミが多かった。大久保は出走を決断した理由について、当初、ブライアンは股関節炎の心理的な後遺症で長い距離を走らせると嫌がるような素振りを見せていた。そのために短距離戦を選んだと語っていた。しかし、後にそれを否定し、天皇賞では成田ブライアンは思い切り走っていたとして、 むしろ、本当に強い馬は、距離やコース形態を問わず勝てるはずだという信念が、強く反映された出走であったとしている。さらに、世間を、あっと言わせたかった、中京競馬場には一度も出走させていなかったため、ファンサービスの意味合いもあったとしている。これに対し大川は、本当に強い馬は距離に関係なく勝てるはずだという、思想は、 競馬番組の距離体系が整備されていなかった昔の考えであり、ひどい時代錯誤だと批判した。藤野の裕一郎は、人のエゴによって悲しきピエロにまで貶められた、偉大な馬のプライドは、一体、誰によって償われるのかと非難した。なお、高松の宮杯では前日のように、見ないから竹豊への機種の乗り換わりが行われた。その理由について、大久保は、当初、 天皇賞で2着に負けたから交代したわけじゃない。ブライアンが元気なうちにお礼として、竹豊に騎乗してもらおうと思ってと説明していたが、橋本善光はないが降板させられたのだとしている。この騎士交代について、大川慶次郎は、見ないほどの、しかも、成田ブライアンと一対のパートナーであった騎士を一度の、非常ミスを理由にないがしろにすることは許されるものではないという趣旨の批判をした。 成田ブライアンの両親は、共に、本場の生産者である、早田光一郎が輸入したサラブレッドである。早田は生産した馬が、種母場や繁殖品馬となった際に、近親交配を避けやすいという理由から、アウトブリードの交配を好み、成田ブライアンについて両親が共に、決闘票を5台遡ってもインブリードを持たず、かつ、互いを交配させて誕生する。 馬の決闘票を5台遡ってもインブリードを持たないという認識のもとに後輩がなされた。早田は、成田ブライアンが、デビュー当初数多くのレースに出走できた丈夫さを、アウトブリードによるものだとしている。3歳児に、朝日坂月を優勝した際は三冠競争のすべてを、勝利する馬とは思われていなかったが、半兄の美和早秀が、菊花賞を勝利していたこともあって決闘面での、 評価も上がっていった。木村康二は、早田が同じ年にノーザンダンサーを祖先に持たないという理由で、ブライアンズタイムをノーザンダンサーの産区であるという理由でパシフィカスを購入した事実について、この男の意図が、成田ブライアンという馬の誕生をもたらしたことだけは明らかである。決して偶然ではなく、と述べている。決闘票及びその見方については競争馬の決闘。 決闘票を参照。書籍、ムック本雑誌記事。ありがとうございます。